それは今まで聞いたどんな音とも違っていた。おお、うん、すごいですね。はい、ブルースから学ぶロックの真髄でございますけども、はいね、前回は T ボーンウォーカーということで、はい、この顔で弾く元祖エレクトリックギタリスト、はい、元祖顔で弾く、はい、元祖また開く元祖そう背面弾きの T ボーンウォーカーのご紹介をしましたが、今回は BB キングでございます。 BB キング、ババキンって言ってましたね。ババキンBB キング、BB キング先生が言うには、はい、アンチョコボンコのね、はい、ブルースの、T ボーンウォーカーを耳にした時、私は完全に打ちのめされた。ほう、あ、 BB が言ってんですね。はい、イエス様、その人が地上に舞い戻ってエレクトリックギターを弾いたのではないかとさえ思ったすごいな、ね、それ、彼が道を示してくれた。お、彼の音は剣のように私を切り裂いた。それは今まで聞いたどんな音とも違っていた。おお、すごいですね。初期の音源を聞くと、もうほとんど T ボーンがやってるのの、もうコピーと言っても過言ではないぐらいの、なるほど、うん、感じ。今僕が言ったような、うんうん、割と、うん、っていう、あ、はい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 、でだん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 こう BB の中でもこういろんな表情、また自分なりのが増えてって、うんうん、割とこう音数とかもすごいシンプルになって、あ、逆にどんどんシンプルになっていったんですね。すごくシンプルなんだけど、うん、その味わいがジョーキングのね、このクワーン一発のかっこよさみたいな、うん、そうですね、うん、そういうとこですかね。後のこうマイルスがやったようなね、こう、うん、一発でこう、うん、このニュアンス一発のかっこよさみたいな、レスイズモアってやつですね。あ、一番ねもう音数最小限で、がもう一番いいんだという、なるほど、ようなやつですね、うん、かっこいいっすね、うん、そのビブラートチョーキングとかっていうのは、でも、うんうん、その T ボーンにはない表現ですよね、うん、BB T ボーンはどっちかっていうと割とこう、うん、さらっと、うんうん、はいはいこういうような、あ、うん、そんなにこうしつこいチョーキングがないんですね。そうなんですね、BB キングって言うとこう永遠チョーキングしてるようなイメージもありますけどね。クエン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 クと、うん、あの下手したらこの12小節ずっとチョーキングみたいなのありますよね。もうなんか人間の声に近いというか、ああなるほど、歌ってるような、あ、うん、ギターですね。なるほどね、うん、それもまあロック感ありますよね、うん、細けいことはいいんだよみたいな、うん、でもうここがもう直径、なるほど、どれも、うん、でまあその BB、はいはい、ここ直径です。なるほど、はい、なるほど。で BB キングとやっぱりあと忘れてはならないのがやっぱりチャックベリー、あ、そっからチャックベリーにも行くんですね。ですかね、うん、やっぱり T ボーンウォーカーの音源聞いてると、うん、もろやっぱチャックベリー、うん、フレーズっていうのが、あ、入ってるんですか。思いっきりそのまま、あ、そうなんですか。そのまま出てます。へえ、なるほど、なんかチャックベリー感が一瞬ありましたねそうですね、チャックベリーっていうと、まあ、もっとなんかね、速いスピードでね、はい、もうロックンロールの元祖みたいなとこですけど、はい、うん、ここに入ってたんですね、いろんな、ここに入ってるんです、チャックベリーフレーズが、こういうこれを、まあ、ダブルチョーキングとか、はいはい、ダブルノートにしただけなんですよね。あ、なるほど、とか、はい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 、はい、あとこのチョーキングを、なるほど、なのでもうまんまですね、まんまなんプラスアルファ、なるほどね、っていう感じなんですね、でバックのリズムが変わってるだけっていう、うん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 、ね、早い
早めのもうちょっと早いスイングだし、4ビート、うん、4ビートだし、うん、ちょっとその8感もあるような、中間ぐらいの、うんうん、なるほど。でも歌い方とかフレーズの作り方はもうT ボーン、うん、そのままです、そのままトレースしちゃったり、まあ、ちょっとそのダブルチョーキングが入ったりとか、うん、ちょっとした工夫、うん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 、で進化させていってるというか。なるほどね、うん、チャックベリーはあとはこう、うん、やっぱりスタンダードなバッキングの方も作ったっていうのところでは、うん、ああなるほど。これをやったのは、うん、偉大ですけど、これの、はいはい、このフレーズも最初なんかピアノのあのブギウギの、うん、あはいはい、ピアノをこうギターでやった、はいはいはい、デンク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 、はいはいはい、T ボーンとか BB キングの頃はまだギターのアンプをオーバードライブさせるっていう考え方なかったかもですよね。感じじゃないですね、BB キングでちょっと歪んでるかちょっと歪んでるか、ちょっとサスティン長いかなぐらいな、うん、ぐらいですね、アンプの、まあアンプ自体も進化してたでしょうしね、うん、そうですね、はい、さらに10年後ぐらいかな、うん、ざっくり言うと、うんうんうん、にチャックベリーが出てくる、まあ、出てくるわけですね、だから1世代変わってくる、あの10年ごとに10年ごとにっていうような位置づけですね。なるほどなるほど、歴史の流れがあると、確実に現代に近づいてるわけなんですけど、はい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 、これとは同時代にですね、大事なのがあの田舎の方のブルースですね、ほうほう、あとはシカゴ、ほうほう、都市によってもやっぱ違うので、ほうほう、そこでいろいろ出てくる人たちが変わりますので、ほうほう、この人たちだけじゃないということです。なるほど、同時期に違う同時多発的にですね、ははいろんなブルースが発展してきてるっていうのも一つ面白いと思いますよ。ただまあ、その今のロックに一番まあ分かりやすく直結してるものとしては、まあこの流れがなってくる、あるわけですね。特にロックギターに、ロックギター、はい、絞っても、うん、やっぱりここら辺をもうなんか全て、はいはい、お手本にしているような。じゃあ最後にそのちょっと BB キングらしいちょっとギターソロを、はい、弾いてもらいつつ、聞かせていただけたらと思いますが、はいはい、